4月18日月曜日、南海電車モズ八幡駅。先ほど広陵公園に行きましたが、もう一箇所別の公園に行ってみます。モズ八幡駅から南西に歩いて約5分、三角形の梅北公園です。周辺は住宅地で新しい家が多く、現在進行形で発展しているようでした。公園に北接する空き地も戸建て住宅が建造中。目の前が公園なんて最高の環境やな。大阪府堺市梅北公園です。いろいろ探したんですけど、公園名を表示したものがどこにも見当たりませんでした。これアヒルかな。ガチョウっぽくも見えるけど、ペリカン、これはレア物件。しかも結構写実的。ブランコです。シーソー、これはジャングルジムを中心にした複合遊具です。右はチェーンのはしご、左は運転。そしてリングジム、こちらは滑り台メインの複合遊具。右に鉄棒、左に運転。そして砂場が付属している。これは日の打ち所がない遊具ですね。水道です。入り口の蘇鉄、これからどんどんでかくなるな。